煽りたくもない。煽りたくもないね。ああ、しょうがない。業者の人しかも、なんか庭師みたいな人が。で、しょうがないね。じゃあ許そう。しょう。別にどこからでも行けるから。で、安いのこっちだし、ぶっちゃけ。危なくないの。全体的に。全部こっちからでよ。うん、私こっちの方がいいと思うよ。歩行者もチャリも危なくねえし、車も危なくねえし、出やすいし、信号だから。うん。あっち怖いね、四角になるから。ね、あの二つ方向の建物になっちゃったから。そう。もともとはなかったんだよね。うん。だから怖い、ちょっと見づらいから。うん。個人的には嫌だなって思っちゃう、ついつい。運ゲーになっちゃってるから。うん。この家の2階の人に今雨降ってるよって教えてあげたい。だって布団干してんだもん。寝てるよ。うーじゃないでっと。そんな傘をささ、不思議じゃん。完全に今日黒ずくめの一味みたいな格好してた。完全に黒ずくめだけど。変なブレーキしちゃった。すげえスピード出してきたからびっくりしてる。うるさい。あれ？どこ行った？左に戻ったんだ。あ、じゃあ右行ったんじゃん。じゃあ。あ、そっか。これサテライト空いてるからか。なんかすげえブレーキ効くなと思った。海安全運転ですか？ないよだって。たまにアイスクリームみたいな匂いするよな。シコシコ、はいはい、ちょいちょいちょい、山本太郎みたいな感じで言い方変える。自分が有利になるよ。そういうのって見抜かれるからね、うん、世の中の人たちバカじゃないからね。向いてない以前の問題ね。あの社員潰されますよって言ったけどね。だから二度としない、あの記者にはつかせないって方針らしいよ。うん、無理でしょ。いやだから周りがある人はパワハラの人だって認めてんだよ、他の社員が。気づかねえ、気づいた。スマホ見てたんじゃない多分。一回パッシングでその続きに気づかなかった。右系からさ、やるとね、2台しか行けないっていう最悪なパターンになっちゃう。でも嫌なやつはベーベーベーって鳴らすからね。あれすげえよな、そんな鳴らすみたいなさ。うるさな、ぽっちゃん、ちょっと高級の100で触れるかって。はい、あーポプのポプのニンニク、ポプのニンニク、ポプのニンニク。許可しなくちゃメルカリ。あ、そう。あと2つそれ見るか。お、警察くん、あ、怒られちゃうから。うん、怒られるんですか。本滝くん、しこしこ狙ってこなくたっていいんだよ。はい、寒い。こっちにですかね、みたいな。まあ、注意のしようがないけどね。対向車も。運転席のマジで犬を置くのちょっと信じられない。ポップ、お前まんざらでもないかもしれない。道交法違反なの。なんでキョロキョロしてんの。ちょっと気まずい感じが。ママだとちょっと気持ちよい感じ。いや、昨日買った沖縄のピーマンめっちゃくちゃうめんだけど。生食いしてる。あれでパスタついてる。うん。朝銀杏買ってんだと。チンナン、チンナン。しまいには利息率が多いとか言ってる。何それって。俺も時間決めて10分以内に戻ってくるようにしてるんだけど、それでも戻ってくる。
泊まらないと 2,30 分に戻ってこねえじゃん。よくそんなこと言えるなと思う。ぐちぐち。クレーマーキスがあるじゃん。いやもうクレーマーっていうかもう自分を優位に立たせたいから。クレーマーだよ。そうやって嘘を言うんでしょガンガン。だってクレーマーも自分を優位に立たせたいから言うじゃん。うん。ガンガン。あもうその人転職した方がいくらその人の方があのクレーマーっていう職業に。ないと思う。いやクレーマーの職業だよ。まあ、人通るって。本当だ。おばちゃん通るって。はいはい。これだけ車がバーンって言ったら超怖いわ。まあ止まる気なさそうだったけど、おばさんなのに。怖いわ。なんでみんな止まる気なさそうにするのかしら。ね、車乗って。ね、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 ね。なんか食べよう。下で、これ。こいつのこれになってますよ、先に。こいつのこれなんとかして。あ、ねえな。一緒にコーラでしょ。ほんと最初ウーバーイーツ知らなかった時、あんなに犬飼ってるお兄ちゃん増えたんだって思ってた私の純粋な心を返していただきたい。あペットキャリーにしか見えないもん、あんな、はい、あみんな犬背負ってバイク乗ってどこ行くんだろうなって最近そういう人増えたなって本気で思ってたら本気で違うって言われたからマジで恥ずかしかった。でも犬飼ってる人にその話すると、まあ、あのカバン似てるから分からんでもないって言われたけどきっとあれは社交辞令。でもこの間さおそばの女の子たちとさ今早番で仲良くしてくれてることでちょっと遊んでたんだよこの間遅くなった日の時になんか血液型の話になった時にさ俺なんか一発で忘れて血液型見抜かれたんだけど相当変わってたのかしら。あ、何型だっけ血液型 AB。 あーそれ分かるよだって意地悪だ。は AB って意地悪。うん、なんでお前優しいと意地悪。 AB はね天才気質だけど負けてバカだけどね。俺優しいバカで意地悪って最強じゃん。意地悪じゃなくね。え？ごめんね。どちらだってどこよくタゴハゼガーとか言う。え？タゴハゼガーとか言うじゃん。意地悪じゃないじゃん。ねえポップくん。いやそれどころじゃないんだ。あのね僕はシコシコが。タマンキがちょっと硬くなる。ああの。じゃあなんで分かったかっていうとさ。あまあ、いくらいけね。朝あの3台そんなにいたの。あぶねえ。あの女の子も怒っちゃうよ。なんかさ朝さいつも話しかけてるカラス、うん、だからそれの動画撮ったのを見せたの。これ何これ。これお前違う。何なさ AB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  あ、言った。そうそう、ABAB ABAB ちょっとやっちまえな。お前の、お前と同じだよ。お前のコンクリートそこにいんぞ。あ、これ僕の仲間だと思う。でもお前の中でもありますかもね。危ない危ない、ちょっと待って。ポップが取り付いて事故ったら危ねえからお前じゃ、お前が倒れるとこんなにポップ人、なんか犬が豹変した声になるな。うん、最近ずっとコカ・コーラの方飲んでたからペプシが。ちっちゃーソーセージ。あ、違う違う違う、コロコロコロが。こんなに耳曲がると思うの。もうポポ外見てなはい。よいしょ、強制イベントなんでダメだって、パンくれだって。ほんじゃ、はい、強制イベント。ほんじゃ強制お前外見てな、ほら。はいはい、ちょっと外、あ、いいね。ちょっと見てなっちゃおう、ちょっと。今日はなんか混んでたね。土曜だから。なんかあれじゃない、夜雪予報だからみんななんかせかせかしてんじゃん。今のうちに買い物行かなきゃみたいな。うん、知らんけど。これともルートでいいね。
うん、あとなん